はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸三をお送りします。で、このタイトル3本目となりました。で、今回見てわかるように1問だけです。で、このタイトルちょっと続くよっていう話をね、前回とかしてたんですけど、一応丸6までいきます。で、こっから3、4、5、6は全部1問ずつです。本当は何問とか入れたいんですけど、もう回答書く板書はこれいっぱいいっぱいなんですよ。多分これフルで使うので、だから申し訳ないんですが、1問ずつとお付き合いください。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてこの問題ね、やってみてください。で、ちょっとね、厳しいなと思う方は今からね、解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあこの最大値最小値が関わるね、まあ微分を使ったりするこの問題は結構パターンが多いんですけど、まあその中でも有名なところをね、次回も、まあ今回も含めて取り上げていこうと思います。で、今回はこうやってコサインとか、まあサインはね、今回入ってないですけど、まあ、ここが関わってくるタイプの問題です。で、まず x は0以上、まあ 2π より未満なので、まあ360度全部使えるよっていう状態で、関数 y イコール cos2x マイナス 2cos3x、 こいつの最大値最小値で、およびその時の x の値を求めようという感じでいきます。で、基本的には最大最小なので、まあ、微分して増減表を書いてって勝負をします。するんだけど、分かるように cos 使ってるから、ちょっとこのままいくと厳しいのね。だからまず変えていきます。で、しかもここ cos2x 使ってるから、それ変化させます。で、こっちがcos3 乗なので、 cos2x って sin にも cos にも持っていけるんですけど、変形でここは cos に合わせていきます。だから、まずね、あれを変えていくと、 cos2x を 2cos2x マイナス1です。 2cos2x マイナス1に変形できるから、ちょっとね、先に3乗書きたいんで、こっち先に書きます。マイナス 2cos3x、 こいつね。で、これを変形するとプラス 2cos2x マイナス1となります。もし sin に変えたければ、1マイナス 2sin2x に変えてください。で、ここでもう cos のみになったんで、 2x もなくなったからね。だから cos(x) を t とかって置いて置き換えてやっていきます。まあ文字は何でもいいんですけど、俺ちょっと t がまあ好きなので t でいきます。で、置き換えたらt の範囲が発生するので書いておきましょう。で、これは前ね、コサインやった時もそうでしたけど、今0から 2π です。一周全部使えます。で、あの単位円一応書くか、ちょっと消しちゃいますけど、これ、いや、ここだったら残せるかな。こうね、単位円があった時に一周全部使えるんで、コサインって x 座標でしょ。で、単位円だから、ここ1からマイナス1なのね。で、一周全部使えるから、もちろん一番でかいとこは1です。で、一番小さいところマイナス1なので、この t はマイナス1から1までを使えるよと。これ必ず必要です、増減表の時にね、あの区切りになるので。で、置き換えると y イコール、これが t3 乗だね、そのまま。で、こっちが2乗だから、で、こうなりましたと。で、いつもと同じようにまず微分します。 6t2 乗プラス 4t と。で、下ね、ここ増減表を、いや、こっちに書いてもいけるか。じゃあ、大丈夫ね。で、y' ね、微分したものイコール0を解いていくと。で、解くと、どうしようかな。イコール0つけて、まずマイナス処理して、t で繰り出すか。で、マイナスを処理した後なので、こうもちろんね、マイナス t 繰り出してもいいんですけど、俺、先頭にマイナスがあるのがあんま好きではないので、イコール0で最初にマイナス処理、ここをプラスに変えてマイナスに変えます。で、 t をくくり出しました。で、これを解くと t イコールこっちから0です。で、こっちから6分の4なんで、約分して3分の2と。これで2つね、出てきました。じゃあ、それとマイナス1と1、これも使ってね、増減表を書いていきます。で、ちょっとね、答えがね、結構デカめなので、多分ここ勝負いけるね。じゃあ、ここ増減表いこうか。よいしょ。さあ。あ、意外と、あ、下が右下がり。ごめん。
で、いつもは XY'Y なんですけど、間違っちゃいけないのが今 T 使ってるからね。これ X 使ってないんで、ここ T ね。で、ここが Y' の Y になります。で、マイナス1から1です。で、0と3分の2はこの間に入っているので、まずマイナス1で切ります。で、03分の2で1で切る感じで、Y' イコール0はね、ここの答えなので、この2箇所が0になる。で、いつも言うように書かなくてもいいんだけど、もう癖でね、書かせて、×って書いておきます。で、あと4箇所ね、Y の値出さなきゃいけないので、これは若干めんどくさいんですが、Y ここだね。ここに T を代入するから、まず0はね、入れて、これが残るから、マイナス1。さあ、楽なとこからいくよ。マイナス1行。入れると、プラス2、プラス2、マイナス1やから3か。で、1を入れると、マイナス2、2消えて残るから、マイナス1か。さあ、3分の2、非常にやりたくないんですけど、ちょっとこれ暗算無理だ俺には。行こうか。3乗いくと27分の8だから、マイナス27分の16だね最初。で、ここが9分の4だから、プラス9分の8で、マイナス1か。で、27に通分しましょうと。で、最初がマイナス16、ここ3倍するから、ハッサン24か。で、ここ同じだから 27-3 を折って、マイナス、ちょっと見よう、ちょっと。27分の19か。なんか変だった。よいしょ。で、合ってることを信じたい。よいしょ。いいかな。で、隙間のね、プラスマイナスを確認しなきゃいけないので、よし、ここか、Y ダッシュね。どっからいこうか。これマイナス2分の1とか入れると、これマイナス入れると、ここがマイナスのまんまでしょ。ここマイナスになるから計算しなくてもマイナスだよね。マイナス足すマイナスだからね。で、3分の2って 0.66、 合ってるよね、合ってるね。 0.66 で続いてくね。666だから、ここ隙間2分の1とか入れようか。 0.5 だもんね。で、2分の1入れると、マイナス4分の6だから2分の3、こっち入れるとプラス22分の4だからプラス勝つね。だからここプラスで、そっち、どうしようか、 0.75 とかに入れてみる。4分の3入れようか。じゃあ入れると4分の3、待てちょっと待って、16分の3だから654マイナス54で、こっち約束して3か。これ3通分しても16分の48か。勝てないね。ではマイナスか。よし。ごめん、計算間違ったら突っ込んで、コメント欄で。よいしょ。はい。となるので、下がって、上がって、下がると。で、本当はね、グラフ書いた方がいいんでしょうけど、ちょっと幅的に嫌な感じがするので、まあ、こうなって、こうなって、こうだと。で、値見たら分かるように、最大値ここです。3ですね。で、最小値は、これよりも、マイナス1の方が下だからね。下に来るから、この2箇所が最小値になります。なので、まあ、X の値と最大最小書けばいいからいいんだけど、ちょっとまあ、気持ち的に T もね、書いておきたいので、まず、ここ。T イコール、待って、最後囲み、あ、いや、ここでいいね。マイナス1。つまり、X イコール、ほにゃらら。の時に、これいつもの癖で t イコールいくつの時に最大値3って書かないようにね、 x の値って指定されてるから、必ずここも埋めると。で、ここはどうやって出すかっていうと、 t がマイナス1なんだよね。で、 t と x をつないでるのってここです。最初に置き換えた cos x イコール t、 つまり cos の値がマイナス1になる時、どこかってここだよね。180度です。つまり x イコール π の時、多分180度の時って書いても大丈夫だと思うんですけど、まあもう習ってるので、ね、こっちの表記でいきます。で、もう一個がこの2箇所、 t イコール0と1かのじゃない間違えした。つまり x イコール、ちょっとこれね、数が多いんでちょっといくね、こっちの時に入るかな。ちょっともうちょっと開けようか。よいしょ。
の時最小値マイナス1か。で、t が0、つまりコサインが0か1です。まず1はここだね。ここだから。で、0っていうのは、こことここです。つまり、0度、90度、270度の時です。で、それを書くと、0度はもちろん0です。で、90度は2分の π。で、もう一個、270度は2分の、3π。ちょっと線を出したい。見えるかな？いや、もうちょっと。こっちを詰めたらよかったね。ちょっと待ってね。これ、ね、答えだけを最後見て勉強してくれる人もいるので2分の π、そして2分の 3π、 こちらがまだ見やすいな。時に最小値マイナス1となります。いいかな。で、答えの順を囲っとこうか。こんな感じですね。なのでポイントとしては、まあ、最初からね、そのコサインサインで置き換えられればいいんですけど、まあ、大体の問題はちょっと一工夫されます。変形して持ってくると。で、持ってきたらコサインサインどっちでもいいんですけど、まずそれを文字で置く。で、文字で置いたら、一周だったらね、もうどっちに置いてもマイナス1から1です。けれど、これが0から π の時とかもたまに出てくるので、それはまあ単位円を書いて、0から1なのかわからないけどね、それをうまく書くと。で、それを使って微分して、あとは増減表。で、忘れちゃいけないのが、この x がいくつの時をちゃんと書く。t がいくつの時最大値ではなくて、t がいくつ、つまり x がいくつの時なのかと。そこでもきっちり書いて、丸をね、ぜひもらってみてください。では、今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、4、5、6と続いて全部1問ずつです。でも、基本的にね、よく出てくる有名な問題ね、取り上げていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。